イトールンやフライでも敗戦以来週刊新潮 X 公式が荒れてしまう。日本代表が負けた途端伊藤報道かなり減ったな。新潮が黒と言うなら白だな。みんな気づけ、伊藤純也に適当なこと書いてたのに他の記事が真実なわけない。どんな記事だそうと伊藤純也が代表復帰するまで許しません。まあこんなことよく聞くけど、これよりもやばいことやってる会社知ってる？新潮社ってとこ。何を言おうと誰も信じてないの。おもろすぎるな。そんなことより伊藤純也選手の選手生命踏みにじったことどうお考えですか？新潮社オワコン絶対に許さないからな。はい、かん。伊藤選手の続報はよ、まさか根拠なく報道してたとかないよな。まともな週刊誌だと思ってたのに幻滅しました。伊藤純也のネタがデタラメだったら俺は絶対許さねえ。人の不幸で飯を食う日本代表だな。ゆるがい書籍認定しよう。アジア杯と伊藤純也を返せ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。